はい、皆さんこんにちは。シンガポール支店のパヤマです。今日はですね、こちら、はい、パヤレバクオーターというところに来ています。こちらパヤレバというエリアになるんですけれども、こちらは、ショップハウス、寺中のカラフルな建物で有名なカトンがあるエリアになります。でこちらのパヤレバクオーターですね、ちょっと見ていただくと分かると思うんですけれども、とても綺麗で新しい施設になっています。完全にオープンしたのは2019年の秋頃になりますので、まあ、なかなかこう旅行者の皆様来られない時期でしたのでね、馴染みがあんまりないと思いますので、今回はこのショッピングモールとその付近をご紹介していきたいと思います。はい、こちらピールキュモールの中ですね。まずこちら話題の、ちょっとブーム過ぎてしまいましたけど、スクープというオーストラリア発祥のお店ですね。エコとかに気を使っていて、全て大体の食べ物とかお茶っ葉とか油とかが量り売りっていうところになります。私もシンガポール島内3店舗くらいあるんですけれども、あちこちで、はい、利用しています。こちらがですね、もうシンガポールでまだオープン前なので人いないですけれども、すごい混んでる一人焼肉ができる、焼肉のファストフード、ファストフード焼肉ということで有名な焼肉ライブですね。チャンネル登録をお願いします。またお会いしましょう。